さあやるぞ。いいですか、はい、皆さんこんばんは、しだる TV 石井亮介です。本日もアコーディアガーデン茅ヶ崎さんの方お邪魔しております。2021年最大の話題作じゃなかろうかと思われるシム2です。ボディと一体型のミルドバックフェイスカップ、そしてフォージドアルミコンストラクション、はい、よくわからないけどとにかくすごい自信だ。どういうキャラ設定なんですか。いいじゃん。まあね、2020年シムをずっと使っておりましたんで気になります。買おうと思ってます。テーラーメイドセレクトフィットストア限定商品だ。なんでそういうことする。気軽に買えないじゃないか。まあ500点ぐらいあるから、はい、買おうと思ったら買えるんだけど、はい、割引がない。まあちょっとは負けてくれると思うけど、セレクトフィットストア限定モデルは基本的にあんまり値引きしないから。誰か僕のシムを買ってくれないかな。メルカリとかで出品しちゃう。ちなみにね、純正シャフトで本体価格が税、76,000円、カスタムだと94,000円だから税込みで10万超えちゃうっていう。まあ、あの欲しいのはヘッドだけなんで。純正シャフトで買って手持ちのシャフトを。あれはジーパーだ。あ、だから平行物で買ったらめちゃくちゃお買い得になる可能性もちょっとある。怒られるのか言うと。そんな状況でございます。ちなみにですね、はい、純正の転生シルバーのシャフトがなくてディアムラ TV が入ってます。いや、なんかおかしいなと思ったんですよね。すいません。あのね、純正の転生シルバーは純正シャフトの中で結構硬いシャフト で、まあ、前作と同じだって話です、ね。やっぱりカスタム中心でしょ、これ使う人は。せっかくセレクトフィットストア限定だしさ。純正シャフトで買ってヘッドだけ使おうかな。俺もそんな感じで考えてます。いくら風が強いとはいえ、やっぱりシムマックス D 打ってシムマックス打った後に打つと捕まらないね。ちょっとね、ディアマラ TV っていうのもあるかな。ちょっと慣れが必要。ケアのコンボが、そしてまっすぐ打つという、ナイスボール。でも明らかにシム2マックスと比べてこう球が ね、上に行くっていうよりは前に行くって感じしますね。まあ、SIM を使っているユーザーからしたら多分、まあ、こんなもんかなっていう。でも見た目が割とこうピタッとしたのが今回割とこうちょっと丸みがある感じで、まあ慣れるのかな。テーラーメイドさんのすごいなと思うのは、新しいのが出ると前作が途端に古く見えるんですよ。それは途端にそれまではすごい気に入ってすごい使ってるのに、新しいのを打ったり買ったりして一個前をパッと見ると俺っていうぐらい。前作のシムも乾いた感じの打感だったんですけど、割と弾く感じでちょっとだけ柔らかいっていうか、でもかといってその前作のテイストは色濃く残ってるかなっていう感じはします。そうなんですよ。こんだけ構造が劇的に革命的に変わったのに、はい、やっぱりちょっと似てるんですよね、うん、前作と雰囲気が。ナイスボール。だからシムをお使いだった方はそのまんまこのシム2にして平気なんじゃなかろうかなと。今こうまだ数発ですけど、で今日は幸い小野コーチも去年はシムをお使いだったということなんで、うん、その辺も合わせて。いいじゃん。球強いですね。ちょっと
遅めで打ってみます、はい、僕が打ってちゃんとミット出てますよスマッシュ出てます。どれぐらいできますか。42、はい、多分42メートルぐらいは多分ギリだと思うけどね、この9度のヘッド使うのは、まあまあまあ、ちょっと遅すぎた。あ、意外といいじゃないですか、うん、あれ41。ね、意外といいね。やっぱり打ち出しが確保されるとまあまあいい感じになりますね。ちょっとおお曲がんなかった今。42.6。だからもう明らかにシム2マックスなんかと比べると打ち出しがもう全然こうもう見た目にも違うでしょうし、うんうん、同じ9度とはちょっとね思えないくらい。でもここのスライドがなくなっちゃったのが結構寂しいなっていうか、これでちょっと微調整をしたんで。でもあれがやっぱり重量取ってるんですよ、まあ、あのレールを作るだけでも結構な重量でしょうしね、うん、設計サイドとしては取れるものならもう取りたい感じになってるんですよ、うん、まあまあそうですよね。というわけで小野コーチに打ってもらおうかな。はい、お願いします、はい、でもまあ、シム2マックス D と、まあ、パッと見全部似てるんですけど、後ろのウェイト見ると全然ウェイトが違うのがついてて、というのは内部構造に重りが違うところに配置してあるんだろうなっていうのが、うん、後で3つ比較してみましょうね。よし、じゃあ打ちましょうよ。やっぱ慣れ親しみありますね。ですよねなんか安心しました。完全に購入目的の品ですから。フィル目線じゃないシムユーザー2人いる。クラブをあまり変えないと言ってるね。ナイスボール。このコーチが今年も変えてしまうのか。やっぱり高いからさ、慎重にはなるよね。私たちのこの道に引きずり込めるのか。すごいよ。明らかにいい球だね。慣れですね。でもね、スピンやっぱりスピン少ないですね。だから明らかにシム2マックスとは違う弾道だし、全然違う、ね、球質も違うし、やっぱ 10.5 の方がいいのかな。悩むな。ナイスボール。いい球だね。43.5 ぐらいだったら、ほら小山さんも振れるじゃん。これちょうど僕ぐらいですよね。すごい飛んでんじゃん。267、70。1800でしょ。でも打ち出しは結構しっかり出てるよね。このぐらいで打てるといいんだけどね。まあ15度インパクトです。じゃあ僕よりももうちょっと早いぐらいのところを想定して。本日はスタッフみんなあの購入手段になってるっていう。まあ、ある意味シダル TV の本質ですよ。おじさん3人がね。44.5で、はい、276ですよ。おじさん3人が自分のクラブを選ぶために本当に石出してるのがシダル TV ですから。ディアマラ TV っていうこともありますけど、スピンはやっぱ少ないんじゃないかな。少ない、ほら、あれでも少ないもん。打感が前作のシミよりちょっとだけ柔らかくない？ちょっとだよ、うん、あの乾いた感じはシムっぽいんだけど、はい、ちょっとしっとりしてるというか。でも音はなんか響いてるように聞こえるけど、前の方がマシだって言ってない？これ打ってると分かるよね。なんかちょっとね、ちょっとしっとりしてる、潤いを感じるの。
乾燥肌じゃない。だ前作のシムはちょっと乾燥気味だよね、うん、ちょっと乾いてるよね。それはダカンダンは2の方が全然好きだな、はい、だから構造がこれだけ変わったのにすごい心地よくなってる感じがする。でこれだけカーボンをふんだんに使ったのに音も全然嫌な感じしないし、はい、さあ自分のエースのシャフトですね。いいですか、はい、IG の 60X にしてみました。ちなみにでもシムってあの球が出るイメージがあります。ちょっと右に滑りつつスピードを少なく飛んでくる。夏場はいいんだけどさ、冬場にちょっとしんどいって思う。怖いですね。でもね M3 とか M5 に比べると捕まり良くなってるんだけどね、まあ、シムの方がね。僕は冬場になってロフト一目盛り増やしたもん。あちょっとほらマックス D でニュートラルとかっていう話があるじゃないですか、はい、そういう意味ではやっぱり左を恐れずに打てた。そうだから球を捕まえていっていいクラブなので、うん、逆にあのイメージが自分に今植えついちゃってるのでちょっと抜けつつ飛んでいくみたいな、うん、でもあの抜けたボールでスピンがそう同じことやっちゃった。22ですから同じこと言っちゃったよ。これなんかフィッティングしてちょっと もっとなんか弾道があるかってやってみたいですね。今日ねテイラーのシャフトはふんだんにあるよ。ちょっと逃げますね。逃げそうですね。自分で捕まえに行かないとちょっと厳しい感じですか。はい。でも実際やっぱ本番アングルある状態でこれだけ増えるかって言ったら触れないじゃないですか、アマチュアの皆さん。OB あったり、はい、ちょっと飛ばしてみましょうよ。飛ばしてみます。うん、うん、これはスピン減りそうだね。ピンポン玉無言の307ヤード、うん、いつからシザル TV は300ヤード当たり前のチャンネルだったんですか。いいじゃんいいじゃん、うん、今当たりました。いや今良かったな、はい、ランニング40度ランは少ないと思います。キャリーこんだけあればこれがね、ちょっとね、どこのおじさん、もうちょっと捕まってほしい感じですよね。あのイメージですね、でも、渋やっぱ捕まり具合ってことで言えば、はい、比較的やっぱ捕まらないクラブ、捕まりにくいです、うんうん、スピン少ない。本来はクラブパスが 3.9 度インサイドアウトで、フェースも 2.2 度オープン、右向いてるので、まあ、いわゆる球が捕まる状態条件は出てるできているのに球自体は右回転がかかってるっていう状態なので、もう本当おっしゃる通り捕まり抑えだから、これで捕まえに行ったらもっと強い球で飛ぶかもしれないし、だそこはまあその人のプレースタイルだと思うんですけど、小野コーチは普段は少しやっぱちょっと逃げる球ですけど、逃げもう結構コース行ったら、はい、ちっちゃくなる人みたいな。え振らないんだ。多分47とか6とかです。ああ実際コース行ったら、ね、コース行ったらじゃあ僕とあんまり距離変わんないかもしれない。逆にコースだと速くなる人もいるじゃないですか、はい、僕逆だな、完全に逆。加山さんコースで飛ばしますよね。コース飛ぶ、コース飛ぶ、ね、明らかに飛ぶ。僕なんかもラウンドレッスンとかしてると飛ばなくなってくるんで、だからコースで振るっていう練習をしました。そうですよね。じゃあ石井プロもちょっと出てもらって2人でちょっとこの最大の問題作といわれるこのシム2の総評をしてもらいましょうか。総評、うん、はい、総評のポーズみたい。やっぱりね、こんだけ違ってても構造がね、実際どうだろうね、前作系と結構似てる3つとも、うん、そんな印象がありました。もう本当キープコンセプトというかテーラーメイドとして、まあシムっていうクラブがあれだけプロゴルファーに評価されて、かつアマチュアゴルファーの方もいっぱいで、
売り上げっていう意味において評価されてるので、うん、まあ、ある意味そのやろうとしてることを大きく変える必要性も多分ないと思うんですよね、はい、それをいかにその市場に認められたもの、プロゴルファーに認められたものをさらにもっと良くしていくのかっていう風に作っているじゃなかろうかと思うので、うん、あの本当もし前作で、お使いだったモデルからもうポンと新しいものに変えるんだったら、そのまんま同じモデルの新しい方を買うっていうのが、まあ、一番違和感は少ないんだろうな。シャフトとかロフトも変える必要はない。正直シムマックスが思ったよりボールが浮いたなっていうのはちょっと正直なところとしてはあるんですけれど、まあ、シム2に関しては前作と同じような感覚で打てるので、まあ、ロフトも前作と同じ、あの前作が、バッチリハマってるなんて、うん、前作と同じでそのままスイッチして、前作の時にちょっと捕まらなかったんだよなとか、ちょっと球が高かったんだよな、低かったんだよなっていうことがある場合には、今回あのシダル TV3 本全部打ってますので、この動画を見ていただいて、あのじゃあ2021ではこっちのヘッドにしてみようなんていう風に変えるのはありだと思うんですよね。でもメーカーがはっきり、捕まるのはこれ、捕まらないのはこっちとか、あの要はちゃんともう3本の個性をはっきり作ってるので。シムユーザーの小田君はどうだい？シムユーザーに行くと、でちょっと2021年変えたいなと思って。なるほど、はい、考えているんですけど、はい、ちょっとすいません、心弱いんで安定なんでこれで、はい、え、D? ごめんなさい、こちらはシムマックス、はい、シムマックス、はい、締まらないな、はい、マックスが一番ニュートラルで、はい、扱いやすい、球も操りやすい感じに見えましたね、はい、うん、ロサンシムマックス、こっちで僕夏場は絶対シム2です。夏場はもうこっちします。触れるであろうと。はい。で、冬スイング減らしたいっていうのもあるし、ね。そう。冬場はマックス D でちょっとシャフトのフレックスも一個柔らかいのにしてラウンドした方が楽かなっていう気持ちもあります。はいはいはい、僕は夏冬っていう、まあだからこれからのシーズンなので、これからオーダーするのはシム2かなっていう。秋はこっち。あ、でも秋は意外といける。秋は意外といける。ちなみにキャロウェイと比べてどう？キャロウェイの3機種と比べて。キャロウェイの方が明らかにスピンは少ないよね。少なかったですね。明らかに。で、ある意味テーラーメイドは絶対王者みたいな感じの貫禄を感じるんですけど、キャロウェイはやっぱりそこの牙城を崩しに来るというか、ちょっと攻めてきてる感じはして、個性っていう意味においてはやっぱりこのシム2のシリーズは前作からこう。引き続きの安定感を感じるんですけど、キャロウェイの方が前作をもうより一新してガラッとどうだっていう感じはあるので、あのエピックの魅力ってちょっとそういうやんちゃなところでもありますよね、はい、だから、うん、あの正直試打しておおって思うのはエピックかもしれないってちょっと思いながらも、実際コースに行った時にやっぱりこうスコア作っていくとか、あのその人のゴルフのイメージをって考えると、こういう安定しているクラブが結果的にはって思ったりもするので、うん、僕は両方買います。僕はとりあえずエピックとシム2と一つずつ買うと思います。でエースドライバーを探せ企画で両方打ち比べたいなと思います。いいね、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。僕はもうちょっと検討します。いつからシダル TV は300ヤード当たり前のチャンネルだったんですか。あ、いいじゃん、いいじゃん。